重機を使ってトラックの荷台に積まれていく魚の死骸。三重県志摩市の名切漁港では体長20センチほどの片干しイワシが大量に打ち上げられ、海面が真っ白に。大変ですけど、やれるだけやります。昨日で20トンぐらい多分救わしてもらったんですけど。昨日から地元の漁業者と市の職員らが回収作業に追われています。市などによりますと、大量死は酸欠が原因とみられ、100トンほどあるとみられる死骸はおよそ半分の回収が終わりましたが、作業は明日も続く見込みです。片干しイワシは暖かい海水を好み、三重県沿岸では去年から大量に取れるように。酢漬けやフライにすると美味しいということですが、なるべく早いうちに片付けないと、もうかなりいつもの海の色じゃないので。回収した魚は可能な範囲で業者に肥料の原料として引き取ってもらうということです。